材の方で学んでても詳しくやらなかったんですよね。自分のコンセプトもすごい迷ってた部分があったので26万発生約となりました。再生回数も最高どれぐらいまで伸びた感じですか？10万再生ってね。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はダイエットコーチをされている受講生のゆみっちさんがインスタグラムを活用して月商26万円の売り上げを上げられた秘訣について対談動画という形でお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか？副業をしながら副業で SNS でダイエットインストラクターをしております。本業とはまた別でダイエットコーチをされていらっしゃるということで、今度も見てくださっている副業でビジネスをこれからやっていきたいという方にとってもすごい有益な内容になると思います。ご入学のきっかけということで、 SNS のマーケティングスクールってすごいたくさんあると思うんですけども、その中でうちを選んでいただけた一番のきっかけや決め手っていうのはどういったあたりだったんでしょうか？私はダイエットインストラクターの協会に所属してるんですけど、所属してる協会の中でも最初 SNS と学んでたんですね。ちょっと分かんないところがいろいろあった時に、協会の方で北野さんの SNS がすごいよっていうことを教えていただいて、初めて北野さんのライブに行ったんです。その時にこれからなんかやっていくのにインスタライブってすごい大事だなって私も思ってた時に、どういう話をしてるんだろうって思った時に、北野さんはコラボライブをしながらコメント一人一人に返してる丁寧さにすごいなと思ったんですよね。それが一つと、話がすごく面白くってあっという間に1時間過ぎちゃったっていうところに感激しちゃってるんですね。もうインスタライブを見てくださってより詳しく学んでいきたいというところでご入学をいただけたっていう。はい、そうです。次、入学前と後の変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、ご入学前の状況っていうのはどういった感じだったんでしょうか？協会の方で学んでてもインスタライブとかストーリーズっていうところは詳しくやらなかったんですよね。今後は大事になってくるんじゃないかと私も思ってたんですけど、分からなくて学びたいなって思ったんです。きっかけが北野さんのライブだったので、ちゃんと学べるような気がするっていうことで入りました。入学後の、ね、変化っていうところも具体的に聞いていきたいと思うんですけども、フォロワー数であったりとか、あとは売上面的なところとかも含めて教えていただけますでしょうか？変化としては、自分のコンセプトもすごい迷ってた部分があったので、薬剤師として出していくのか、それは出さずして食べるダイエットで出していくのかも迷ってたんですけど、コンセプトで薬剤師も出した方がいいですよっていうこととかを相談させていただいたところで、自分の方向性が定まったっていうのが一つですね。最初に確かに薬剤師っていうのはコンセプトに出していくかどうかっていうところですよね。どこを牽制に持っていくのかっていうところもしっかりと明確になって、結果的に薬剤師っていうのを出していったっていうところです。毎回投稿とかリールを検索していただいてたんですけど、私の中で一つ大きかったのが、リールを出す時に豆腐系でやってたらいいよって言って北野さんがアドバイスしてくださって、はい、その時に白衣を着てみたらどうですかっていうことをおっしゃってくださったんですよね。それで白衣を着てノウハウ的なことをリレで話をしたら、おかげさまでそれでバズったってことがあったので、そこがきっかけに、あの時フォロワーがまだ3桁台だったんですけど、そこで一気に1000個してっていうところがすごい大きかったです。再生回数も最高どれぐらいまで伸びた感じですか？10万再生っていうね。ハック来た後にダイエット系のトークリールで2桁万再生を達成されていたということで、ブランディング的な変化っていうのもそうですし、ロイヤルブルーのインナーに白い白衣を着て、こういった形でね、リールを発信していきましょうっていう、そっちの方が牽引性が出るからっていうところですよね。はい、うん、そうです。キャンバーの使い方とかストーリーズの作り方分からなかったんですけど、北野さんが講義で画面を見せながら教えていただくのがすごく私には大きかった。作業時間が4割ぐらい短くなったんです。仕事をしながら家事終わって普段やってる時間って 2,3 時間でどうにかやるってことで、そこで4割時間が削減できるっていうのはかなり大きかったです。ローンチ動画を作ったんですよ。大変でしたけど、作ったことで LINE に入っていただいて動画を見ていただくと内容がよく分かりました。ここからの個別相談が増えたので、あれを最初に頑張ったことは良かったなと思ってます。この動画見てくださってる方も LINE 登録時の1通目の動画っていうのを、あれをいかに見てもらうかどうかで商品がご制約するか個別相談来るかどうか半分ぐらい決まってしまうっていうぐらい、めちゃくちゃ重要なローンチ動画、うちの台本とか添削もさせていただいてるんですけど、そこを構築していただいて、はい、毎回講義の初めにマインド的な話してくださるんですけど、それがすごく励みになって、北野さんの講義って3ヶ月6ヶ月ってありますけど、やっていく中でできないよって言ってつまずく、そういう時にメンタルの話を聞くと励みになってました。売上ベースで言うと今どれぐらいの感じでしょうか？おかげさまで26万発生約となりました。おめでとうございます。今回0から26万円のご成約を上げられた秘訣ということで、具体的にゆみっちさんがインスタ集客でどういうポイントを意識して発信されていったのかっていうのを実際の画面をお見せしながら聞いていきたいと思います。今こちらに出てるのがゆみっちさんのインスタグラムになりまして、フォロワー数1449人ということで、このインスタグラムで意識しているポイントとか具体的に教えていただけますでしょうか？2つありまして、1つは今まではテロップ系のリールを上げてたんですけども、アドバイスいただいてトーク系にしたっていうこと、2つ目
目は衣装ですよね。牽引性を上げるとかも含めて白衣にしたということで再生が上がりました。テロップリールからトークリールに変えていただいたことで、もともと再生回数4桁昔から超えたりはしていたんですけど、白衣に変えていただいたことで再生回数でいうと 21.9 万再生、今すぐやめて激太る危険な朝食7000、 67.9 万再生、最初にトークリールで10万再生叩き出されたリールですと、こちらに似ている毎日食べても太らないパンベスト5、こちらのリールも11万再生という再生数が発生されて、白衣姿でリールを捉えていらっしゃると。1本のリールが当たるとフォロワー数増えますか？はい、すごい増えました、うんうん、びっくりしました。1ヶ月で100以上増えたんで初めてだったんですけど、毎日フォローが入りましたってなってて、最初少なかったから一人一人にフォローありがとうございますって返してたんですけど、返すの大変なぐらい入ったのすごい嬉しかったです。リールが当たるとフォロワー数も増えるし、他 LINE 登録までドバッとやっぱ入るっていう、はい、リールをやれば全てが報われる。インスタ後発組こそリールで下克上できるって実際に実感していただけたかなと思うんですけども、はいはい、2つ目にこれどういったあたりになりますでしょうか？2つ目はライブです。忙しくても週1でライブをやろうと思ってたのでずっとやってましたけど、きっかけはライブで来てくださった方だったので、ライブの影響大きいなと思いました。ライブをやるとですね、お客様がファンになってくださったりとか、ストーリーズとかリールとファン化にある程度の限界あるんですけど、そこのさらに一歩先を行った自分の素を見せる、心と心の距離を縮めていくためにはインスタライブに効果的。ユミさんもコラボライブよくされてらっしゃいますよね。北野さんのスクールで知り合った方とかとコラボライブすると、同じダイエット発信しててもそれぞれ言いたいこと違うんですけど、お互いにコラボライブすることでそれぞれのフォロワーさんが来てくださったり、楽しいです。コラボライブする方が素を出しやすい、見てくださってる方とかも楽しそうで見て面白かったりしてもらったりもしました、ね、コラボライブってお互いの存在を認知させることができるので、はい、単純にリーチが広がる。コラボライブした相手のフォロワーさんが自分の商品を購入くださったりするので、うちの受講生さんもコラボライブされていて売り上げ上げてらっしゃるって方もいるんですけども、コラボライブもされながらソロライブが目に咲いているとは思うんですけど、ライブの頻度どんな感じでしょうか？今は週1です。大体インスタライブは週1から多くても週2ぐらいがベストかなと僕も思っていて、適度な接触回数を重ねていく、うん、その他に何か意識しているポイントはありますでしょうか？ストーリーズです。副業でやるにあたって時間との勝負があるんですけど、その中でストーリーズとライブはやろうと思ってたんですよ。ストーリーズは閲覧数を10倍以上キープしたいというところを目標にしてたので、興味付けの最初の言葉とか週によってもテーマを決めて、今日は何を配信するとか、先にどういう流れを作っていくとか、どういう気持ちになってもらいたいのかなとか、その辺は意識してやるようにはしてました。画面に表示させていただいているとおり、ユミツさんのストーリーズヘッドタイトルが見やすい、写真と被ってない、しっかり構築されながら週や日によって目的を持ってストーリーズを投稿されている、うん、この動画見てくださってる方でも本業しながら副業やってる、限られた時間の中でインスタグラムをやるときにやりくりってどうすればいいんですかっていう方多いと思うんですけど、ユミツさんはストーリーズとかライブを継続していく上で意識してる時間管理のコツとかポイントとかってあったりされますか？ネタを考えるとき座って考えずに家事しながら運転しながらと考えてます。常にアンテナ張ってると、落としたときこれでネタになるかもっていうのが思いついたり、うん、はい、常日頃からアンテナ張ってるかどうかってめちゃくちゃ大きくて、僕も限られた時間の中で2つの授業回してますけど、24時間アンテナを張ってるので、少ない時間でもより多くのライブのネタだったりとか投稿とかリールのネタとか YouTube のネタっていうのが思いついたりするすごい多いんです。アンテナ張ってるかっていうのもあったりするんですけど、販売の全体像の動線聞いていきたいんですけども、インスタグラムで情報発信をされて、そこから商品がご制約するまでの流れというのはどういった形になりますでしょうか？今はリールを主にやって、数字ライブをして会いに来ていただいて、その後は個別相談を2回に分けてやってます。普通だったら1回の個別相談でセールスまでしてしまうって人多いと思うんですけど、ユミさんはあえて2回に分ける、うちの学科でお伝えしているオンラインローンチセールスってやり方の一種なんですけど、はい、2回に分けていただいたことで違いとか感じる部分ありますか？良かった点は2つあると思ってて、1つ目は1回目って悩みを聞こうっていう形なんですけど、最初15分ぐらいで言ってるんですね。私も15分だけでいいんだったらっていう、自分も身構えない、相手の方もどれぐらいかかるんですかって聞かれるんですけど、15分で無料ですよって言うと、それならって言って来てくださる方が多いので、その点がすごく良かったな。2つ目はそれでさらに興味があるんだったら2回目でスライドを見せして講座の流れを形にするんですけど、アポ取る段階で2回目はがっつり説明するぞっていう風になれるから、気持ちの切り替えがしやすい。2回に分けると1回合ってるから気持ちがオープンマインドで話せっていう点はすごい良かったです。しっかりと心開いて話聞いてくださるっていうことですよね。1回に分けて個別相談を行うことで、1回目の15分の個別相談でこの方は見込みのお客様になり得ないなっていう場合は、あえて2回目につなげずに1回の相談で終えるっていうこともできるので、2回に分けることでスクリーニングといって、本当に個別相談としてお客様に商品を提案するべき方かどうかっていうのを類分けすることもできる。個別相談とかセールスでお客様に商品を提案するときになぜか断れてしまうんですって言って結構挫折してしまう人多いと思うんですけど、このあたりはどういうふうに乗り越えていかれた感じでしょうか？北野さんのマインド的なお話が役に立ったっていう点なんですけど、商品価格を提示したときびっくりしたりする方もいっぱいいらっしゃるんです。ちょっと前までは自分がここで高いですよねって言って引いちゃう自分もいたんですけど、そうじゃなくてこの価格むしろ安いよねぐらいのマインドで言ったんです。
その後でもってなっちゃったので、そこからは講座で教わった寄り添い営業に変えたら制約に至りました。移っていくっていうのはすごい大事なんですけど、それだけでも逆に売れなかったりするので、セールスの部分で伝えておくべきポイントっていうのは7つぐらいのセールスオファーパートっていう、まあ、うちの学校のテンプレートとか活用していただきながら、はい、それから寄り添いながらっていうところが軸に商品を提案していただいた結果ご制約に至ったと。実際にユミツさん、うちの講座のセールスのオファーのテンプレートとかを活用していただいて感触どうでしたか？はい、2回に分けてっていうテンプレートがすごく私にとっては心強くて、その流れの通りやってってよかったなと思います。話す内容は毎回一緒なので、はい、台本があると安心しますよね。では最後改めてなんですけども、入学して良かったことがあればですね、はい、教えていただけますでしょうか？2つありまして、いつでも深野さんに相談できるっていうバックヤードがあるのですごく安心でした。直接添削とか質問サポートさせていただいてるので、はい、2つ目は月に1回ズーム交流会があるじゃないですか、はい、私の場合オフ会って言ってリアルに会う機会もあったんですけど、 SNS をやっていく中で違う業種の SNS の方と知り合える機会ってここのスクールに入らなきゃなかったんですね。交流会とかで知り合って、その中でコラボライブもできるになったし、仲いい友達もできたっていうのもあるので、違う業種の方から私のインスタ見てくれてると、その方から感想とか言ってもらえたんですよ。だんだんユミッチさん最初の時よりも表情柔らかくなってきたよ、この間のコラボライブも楽しそうだったね、そういう言葉がもらったり、友達ができて楽しかったです。切磋琢磨できるような環境っていうところも、ね、すごく大きなことになってる。ね、はい、最後ですね、この動画見てくださってる方でもこれから一歩踏み出していきたいという方だったりとか、実践青年集客学科入学を検討されているという方だったり、先生始めていきたいけどやっぱりちょっと不安ですって方もしかしているかもしれないので、そういった方に向けても最後ユミツさんからも一言メッセージがあればいただけますでしょうか？あ、私の中でずっと決めてやってきたことっていうのは、やるかやらないかって言葉を毎回自分に思って、はい、SNS を副業としてやるって決めた時に、自分でやるって決めたからには行動を止めたら終わりだと思ってたんです。ですぐにね、売り上げ上げたってことはないかもしれないし、その時に自分の中でこれを決めたのはなんでって、自分でしょって、だったらやるしかないよねって何度も自分をしてきたってことはあったんですね。もし今インスタをやっても伸びない、ライブをやったけど誰も来ない、うまく話せなかったと、 LINE になかなか入らない、個別相談にやったけれどもクロージングでもいかなかったってことがあったとしても、やってた経験っていうのは必ず経験として宝になっていくので、諦めずにやっていっていただけたら夢は達成できるなと思いますので、今回の話が励みになったらいいなと思います。具体的にありがとうございます、はい、ということでですね、ユミツさんからも最後に素晴らしいメッセージをいただきましたけども、こちらの動画の概要欄にもユミツさんのインスタグラムと、そして LINE 公式アカウントも貼っておきます。もちろんダイエットに興味ある方もそうですし、ユミツさんの配信、あとインスタライブもとても上手ですので、ぜひこちらもねチェックしていただきたいなと思います。今だけ LINE 登録いただくとですね、ユミツさんから特別なプレゼントがいただけるということで、最後簡単にプレゼントについてもご説明いただいてもよろしいでしょうか？はい、LINE 登録のプレゼントなんですけど、食べて痩せる魔法のダイエット動画2本と、痩せるダイエットレシピ、痩せる食事テンプレなど7台プレゼントをご用意しております。ということで、ぜひねこちらの豪華特典もね、概要欄からユミツさん LINE 登録いただくと受け取れますので、はい、チェックしてみていただけたらなというふうに思います。ということでね、ユミツさん本日は貴重なお時間いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11台特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS かけるライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11台特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11台特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11台特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。